はい、どうもりゅうきです。ルミです。二人合わせてマブラシ風ダブラです。お願いします。はい、ということで本日は私さ、気になっていた、はい、ハーゲンダッツの新しめのアイス買ったのね、うん、あれなんだけど、はいはい、このパッケージの、うん、気になったんで今回はそれを食べますかるのを、うん、かけてゲームしたいと思います。ゲーム、イエーイ。こちらでげーアルゴベーシックアルゴ。発売、最初の発売頃ね、21年前ってめっちゃ古いゲーム。21年前めっちゃ古いっていうか、まあそこそこ歴史のある、ね、ゲームなんですけど、頭の良くなるゲームっていうことで、うん、私学校で見かけたことがあったんだよね。そうそうそう。で、学校でも頭良くなるゲームだから、うん、ひらめきと論理どっちもこう鍛えられるっていうことで、まあ、推奨されてる。チーク系ですか。そう、チーク系ってチーク系なんだけど、まあ、簡単に言うと相手の持っている数字を当てたら勝ちっていう、はい、なるほどね、ゲームなんで。推理ゲームですね。で、これに勝てたらハーゲンダッツ食えます。うんうんうん、なるほどね。なので勝てるまでアイス食べれまって。いや、怖すぎるでしょいや、でもはっきり言っていいですか、うん、この手のこういう数字ゲーム、はい、みたいなのって、うん、結構弱いんで。何、その推理系というか数字が絡む系は私唯一龍拳より強いと自負。うん、そうだね。これもまあ何回、事前に何回かやったことあったんだけど、うん、90% の確率で私が勝つ。はい、ということなんで、もうむしろ何ならこれは龍拳の挑戦みたいな。ダブラの皆様はこの動画ここから先進める前に、よかったらどっちがどういう風に勝つかを、かけていただいて、晩ご飯のおかず今日肉か魚か決めてもらってもいいですか。いや、面白いですよ、はい、ダブラの皆さんも一緒に考えながら見てくれたら面白いんじゃないかなと思います。これ、うん、そう、推理ゲームなんでね。はい、推理ゲームなんで。はい、0から11までの数字があります、はい、で、それが白と黒2種類あるので、0から11の白、0から11の黒、2種類あります、うん、ルールがあって、これさ、同じ黒と白の11なんですけど、うん、この場合、並べるときは同じ数字だった場合に持ってたら黒の方が小さいと。なので自分の左側が小さい数字、うん、で、右になるにつれ大きい数字並べるので、同じ数字持っていったら黒が、私から見たらこっちが左、こっちは右って感じで OK です、はい、それは絶対に守らなきゃいけないです。これ今075とかになってるんですけど、うん、この場合5の方が小さいので、これを真ん中にして、これで057という感じに並べなければいけない、はい、そうです。じゃあ準備しましょう。はい、ダブラルの皆さんに分かりやすいように最初ちょっとワンゲーム適当にやりましょう。まず適当にやりますね。で、まず親を決めるので、はい、1枚ずつカードを引いて小さい数字が最初の親になります。はい、えいえい、ほいほい、はい、1なので龍拳が親です。はい、なので親の人がよくシャッフルして配ってもらいます。で、配ったらこれで、数字を見て順番に並べ替えしましょう。はい、こんな感じで。はい、こんな感じ。左が小さい数字、右が大きい数字で並んでます。で、まず親が1枚引いて、うん、これを確認します。引いたのが、まあ、これなんですけど、この情報を持った状態でルーミンの手札を予想する。そう、数字当てに行くと。よし、この数字の、まあ、情報を頼りにあれを予想するという。これアタックを仕掛けます。アタック、うん、0で割れたら、私は、まあ、覚えたら覚えてないで確認して、違ったらノーって言います。ノーノーって言われた場合、外したんで、うん、この数字を公開して、うん、並べ替えをしましょう、はい、となると、この間にこうやって入るわけですね、はい、そしたら、こう交代するんで、私が引いて当てに行きますって感じ。これを交互に繰り返していって、全部相手のやつ全部全部オープンに。で、今ごめんやってないんだけど、さっきアタックして、もしじゃあ1って言って当ててオープンしました。この後ステイって言って、自分がこれを自分の手札として伏せたまま加えること。うん、こうすると伏せられてるカードがどんどん増えていくから、相手はたくさん当てなきゃいけないっていう状況もある。そう、だからずっとアタックし続けるのか、あえてステイって言っていわゆるライフを増やすのかっていうのは駆け引き、駆け引きですね。はい、こんな感じです。はい、こんな感じです。はい、じゃあ模擬戦終了。それでは本番やりましょうか。本番いきましょう。せーの、ほい、8番3。はい、じゃあゆけん親です。はい、でさあどっちが勝つか、ダブラの皆様、予想しておいてください。まず先行ってさ、ほとんど情報がないからマジ大変だよね。大変。レディー、アイゴー。ほんとかよ。どうぞどうぞ。掛け声ダサ。いきます。はい、私はほとんどの確率で勝つことができますが、このゲームなんかやっててジンクスが起きていて、うん、謎のね、先行が1枚でも、まあ最初ね、数字当てたらほぼ
先行が勝つし、逆に当てられなかったらほぼ先行が負けると決まる。そう、じゃあいきましょう。へい、アタック、はい、にのの、もう負けですね。はいはいはい、11だった。11はね、でもあんまり一番大きい数字だからね。そうそうそう、あんまりね。じゃあ私が引きます。はい、引きました。龍拳が最初に一番私の小さい数字見て2って言ったから、うん、これが多分アタック1 1 ノー。あ、違った。私もこれはノーヒントですね。いわゆるゼロ、まだだね、一番低いからね。なんで2って言ったんだろうなと思って。逆にそうだな。アタック0、イエス、よし、これ当てたんで、ここでもう一回アタックできるし、ステイもできる。そう、連続アタックするかステイするかだけど、ここはオーラーあえてステイ。はいはいはい。私さっき1って言って外した、最初に2って聞いてきた。なんだろうね、これ逆に自分の持ってる数字をあえて相手に聞いて混乱させるっていうのもあるっちゃあげる。私はそう、あるっちゃある。アタック3 3 3 NO。 なんか同じ数字持ってるくさいな。で、私オープンします。これは6ですね。アルゴって書いてあるの、うん、6が開示できたんで、うん、まあまあまあってなったけど、もう絞られたね、まあ、私の手札。そうだ、だいたい、いきます。アタック10、イエス、よお、これは結構今有利だよ。あと2枚めくったら勝てるから、うん、ここは攻めてみるか。アタック8、イエス、うお、これやばい。今あのね、はっきり言っていいですか、推理じゃないです、これ奇跡ですから。感覚だね。感覚です。ここはもう一気にいきましょう。アタック1の、俺は8でした。さあ、今かなり俺が優勢な状況で動いております。はい、聞きました。怪しいけど3択も、まあこれは多分今3つぐらいだね、自分の中で。うーん、アタック5 5 NO。 うーん、外したね。はい、さあこれはいけるか、いくぜ。アタック2、イエス、よーし、俺の勝ちです。はい、当てました。ありがとうございます。4 1 1は3 3か、やったぜ。 10% の確率を引いたの。グラグラったな。これで、1ラウンド目の、1回目は利権の勝ちなので、今度私に親で1回目外してて、ね、当てることってマジなかったんだよ。ジンクスなかったじゃん。多分これ状況違うのは、うん、動画を撮ってる、撮ってない。動画撮ってるとちょっと違うことが起こるんだよ。動画の前に強くなるタイプ。そう、いやーきついっすね。どうぞ、行きましょう。あー、黒ばっか、これはきついっすね。アタック3 NO。 はい、私は開示します。基本的にね、このアルゴは小さい方を攻めたくなっちゃうんだよね、俺は。まあ、そうね。だしあれ白で1枚あって、うん、残り黒だから、うん、あれを開示させれば結構、まあね、なんか、タク的にはあれなんじゃないかな。うん、アタック1ノーノー。はあ、はいはい。で、さっき3って言ってノーってきて下に来たから、3より上だから、うん、普通にこう、アタック4ノー。はい、私は開示します。これは結構きついかな。7でしたね。それはいい数字だね、黒でね、真ん中に黒だね。あー、2択か。あー、なるほど。いや、ちょっと待てよ、白を開示させるか。アタック0、イエス、よし、今日は運がいいぞ。アタック10、イエス、来てるな今日。アタック、3の、おい、どっちだろうな。これさっきここリュウケンがやるときに2択って言ったから89確定なんだよね。89のどっちか確定で、それ以上の数しかないから、もう10が11。これを当てちゃった方が私は多分楽だな。これバレてもまあ、そう。アタック8ノー、失敗しましたね。私は6をオープンします。なるほどね、そこは別んだな。さっきこれ何したっけ。そうそう、ね、自分もね、忘れちゃうことあるよね。そう、アタック1、あ、ごめん、
やったわ。やらかしたわ。いいよ。いやいいよ。もうルール今俺言ったからね。宣言したからね。いや今俺1と宣言して攻撃して自分のところに1やんの見逃してたんで。でも見えちゃったね。いやこれは開示します。開示したら私。いや失敗でやった。アタック失敗でしょ。あ、わかりました。それ銃そこに入れたら確定なんよな。わかんないよ。あー、まあ確かにね。はい、行きます。はい。で、さすがにこれさえ、あと白のダメ、これは11。これ11。はい。はい。で、これが10私持っててから、ここをさっき8で失敗したら9。9。はい。9。はい、そこまでは大丈夫。なんだけど、こっからだな。失礼しますわ。白だから。持ちにあんのに聞いちゃうとかあるんで。あるんで。あるんですね。ちょっとしようかな。おーい。あ、もう外さないだろう。アタック2。イエス。あとはアタック3の、ああこれ私きついぞ。さあどうするか。アタック4。4ノー。私そうけどさっき聞いた、聞いてないと思うけどな。さあオープンします。でもこの黒貴重だよ。怖いよ。もうこの黒でこれで大体わかるかもしれない、ね、積むのも私が。いやつまないな。さっき3で聞いてなかった。アタック4イエス。きた。もう確定だね。じゃあもうこれも確定。アタック5。はい、はい、勝利。56。57。あ、7か。いや、すごい。奇跡が起きた。負けましたので、このラウンドは龍拳の勝利です。勝利でーす。やったー。負けましたので、アイス持ってこよう。アイスだ。勝者のアイスはこちらでーす。来たー。歓迎でハゲナッツイチゴ&ミルク。どうぞ。イチゴ大好きマンだからさ。イチゴ大好きマン、よかったな。本当にね、普段やってる時は全然勝てなくてボコられるからさ。視聴者さんには伝わらん。伝わらん。いやでも動画で勝てて俺はよかったよ。ここに今夫婦の絆に切れ目が入ってる。なんでだよ、なんでゲームで切れ目入ってんだよ。入るわ、そんな動画で勝てて行くっていうんじゃないんだよ。なんだよ、なんだよ、急に。食べます。ほら、うまそう。めっちゃ赤いよ。うん、いいね。これね、チョコじゃなくてね、どうやらね、フルーツソース系、要はストロベリー果汁のコーティングだそうです。やば。いただきます。うん、めっちゃうまい。めっちゃうまい。うわこれめっちゃうまいぞ。あ、よくあるいちごアイスとかじゃない、もうね、そんなんじゃない。いちご、ザイチゴ、めっちゃ美味しい。うわ、いいな。で、中がそのバニラアイスのハーゲンダッチュのね、ハーゲンダッチュのミルクアイスですから食べる。見た目ですよ。あ、そっか。ダメに決まってるでしょ。いつもの共有をしたいとなっちゃう。こんなこともあろうかと2個買っといたんで。買ってたら食えるけど、買っちゃい、買ってない限り食べれませんですから。あ、そうだった。買ってればいいんですよ。もうこれで、ね、私が10回負けて11回目買ってまあアイスだとつまんないから、次のラウンドで私負けたらもう1本あげます。ほんと？もうじゃないと2本用意してるんだったらもう勝てなくてもう食べれんでしょってなるじゃん、うん、でもほんと用意したいのもう1本をこのラウンドで負けたら龍拳に食わせます。うわ、これはマジで言ってんな。よし、いいぞ、やろう。そうでもさ、勝てないんじゃない、なんだし。今俺ね、波に乗ってるからね。波に乗ってる俺強いぞ。ハーゲンダッツ2本と夫に食わせんねん、ちょっと尺すぎるな。だな、まあ、うまい棒70本分だからな。しかもこのソライス発見してこれ美味しそうだから食べようよって言ってきたのルーミンだしね。アルゴで決闘しようぜって申しかけたの私だからね。その私が負けてますからね。負けてますから、ストレート負けしますからね。チン、お2、6。よし、さすがに私が親だ。やりまーす。レディーアルゴー。ハーゲンダッツ、ハーゲンダッツが上がっております。ヒントねえな、ほんとにさ。先行マジでね、ノーヒントだったね。ノーヒントだよ、ノーヒントダンス、ノーヒントダンス。もう噛んでいくしかねえじゃん。噛んでいくしかない。アタック2。2ノー。はい、5でした私。はい、白の5、どうぞ。止まんだから何やってんだから。なるほどね。アタック0。Yes! 今日はマジで冴えてる俺は。アタック1。Yes! やばくね。もう今日ハーゲンダッツ食べちゃダメなのかもしれない。アタック7。これ今回マジで今日ね、これやばくない。アタック10。 No。 さすがにね、さすがにね。まあ、いったな。アタック10。10?No! 今日ダメだな。今日ダメかもしんないね。おーっと、これはアタック11。
これはすごいよ、今日マジで生きてるよ。今までないかんね、言っとくけど何だよ、勝率 90% とか言ってたんですよ。ははははははアタック3 NO アタック8 NO アタック2 YES YES これはもう分かっちゃうでしょ。アホだな、私ね。やばいな。アタック3 YES アタック4 YES やばい。じゃあこれはアタック8 NO おいアタック9 9 9 NO アタック10 NO NO アタックゼロゼロいいや、アタック3もうダメだ、下がってった、上がってます。うわ、二択になった、当てなきゃいけない、ハゲナツがなくなっちまう。アタック5うわー、マジか。あー、よかった、さっき俺がやったことを。なんか自分がここもうなんかよくわかんなくなっちまったから、端から下にアタック11イエス、あと1個です。何聞いた、じゃあアタック8 8ファイナルダンサー。あれ8だよね、聞いたように、聞いた気になってたな。イエス、オッケー。もうダメじゃん、はい、本当にボロボロじゃん。いやー、最後はラッシュ強かったね。まあ、ワンラウンド終わっちゃった、引き分けで終わったので。引き分け終わったのか。そう、もうワンラウンド、もう一回いきますか。アタック2 NO アタック1見抜かれましたね、イエス、イエス。アタック2 NO NO アタック0さっき2って聞かれた、に持ってないと思う、うん、その反応ダメだよね。まあいいや、2持ってないと思ったんだけど、自分の手札的に6が頭だから、こっから5、4、3、2、1までじゃん、うん、あるとしたらね、うん、まあ0も可能性もあるけど、うん、2かな、今の笑ったの2だと思うよね。そう見せかけたフェイクの、ダメダメダメ、フェイクの可能性もあるよ。どっちだと思う、みんな。一回2って聞いてみるか。アタック2ファイナルアンサー、ファイナルアンサーですよね。おかしいなと思って言われて思ったもんね、うん、あれこいつ2じゃなかったっけなと。あれ俺さっき2って聞いたよ。いや、わざとかなと思った。いや、わざとじゃない。そうするともうこっから、黒が白の、白より大きいことないから、もう5、4、3の3択になりました。アタック3 3? 3ファイナルアンサー、ファイナルアンサー。アタック4ファイナルアンサー、ファイナルアンサー。ノー、はーい。アタック4ノー。バカな。アタック5え5 5? そんな数字あったっけ。あるわ、5出たー。でもまだこれ1回目なんだよな。さあ、これで勝つぞ。ハーゲンダッツ食べるんだから、どうぞ。ハーゲンダッツ食べるんだから、私はいいよ、ハーゲンダッツ食べるんだから。アタック2イエス、アタック1イエス。まあそうだよねって感じ。まあここら辺は多分ね、アタック、7 NO おーい。アタック6 6なぜわかった。アタック8ここ私にとって2択です。いますよ、これがね、普段のルーミンなんですよ。バシバシ当てていく。アタック5 5? 5やった、やった、私も直感が使えるようになったよ。さっきああいうノリでやってきて全部1外してたの、1ずれだった。1ずれやっと調整できたようです。やっと調整したね。私もハゲナツです。はい、いきましょう、ハゲナツ。私もいただきます。はい、ハゲナツイチゴ&ミルクブー、めっちゃ美味しいよ。うん、あ、やばいっしょ。おい、すっごいイチゴでしょ。最初私さ、これちゃんとあの見る前にさ、いちごチョコとかかなと思った。うん、うっとい入れとるでしょ。めちゃくちゃフレッシュないちご。そう、いちごなんですよ。すごいんだよね。よかった、これ食べれて。これ食べれなかったらもったいなすぎた。2本食われたらショックで2本これめっちゃうめえ。めっちゃうめえでしょ。いちごジャム彷彿なの、ググってやっぱりの。そうそうそう、いちごジャム彷彿のいちごのフレッシュさだわ。すごいでしょ。俺ほんとね、2本取っちゃおうと思ったもん。取っちまったら、終わったと買いに行かないよなと思ったもん。優しいよね、優しいよね。本当2本食べちゃって動画で悪いから悪いやめるよって言って買いに行ってくれるんだよ。おいしいね、おいしいね。
よかったね。おいしいね。よかったね。食べれてよかったね。食べれてよかった。意地でもでしたよ。引き分けじゃ認めねえっつってよかった。確かに。ということで、今回、はい、このアルゴ。アルゴを使ってガチ勝負ってことで、はい、本番に弱い妻なんですね。本番に激強の夫がいて ね時はもうほんと夫婦仲がアブダチェフって二度と言わなくなるかもしれない。怖すぎる。このアルゴいいよね。かなり面白いゲームなんで、ぜひね皆さんにもやってもらいたいと思います。やってもらいたいです。これね一応1から4人までできるので、うん、もう1対1の対戦でもいいし、親子とかね、うん、あのお友達同士とかで4人とかでやってもいいと思うので、ぜひこちら遊んでみてください。ということで最後までご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録グッドボタンお願いします。はい、また2023年中にチャンネル登録者1000人目指してます。応援よろしくお願いします。動画は毎日夜8時に更新しますので見てね。それともまた次回の動画でお会いしましょう。リュウケンとルミンでした。お疲れ様でーす。ちょっともう1本食べたいんで、はい、再戦。うおやべえやついた。